今焼けたお餅です。はい、まずちょっとお湯の中につけて、お湯の中につけて、はい、こうしてきな粉をまぶすと、はい、出来上がり。きな粉餅、安倍川餅の出来上がりですよ。はい、もう一つも、あ、いい具合に、あ、ちち、焼けてますね。こうして食べると、冷凍庫に入っとるお餅、入っているお餅でも、すぐになくなっちゃうんですよ。はい。おいしいおいしい、きなこ餅の出来上がりです。実はこれ、朝の朝食なんですよ。はい、今出来上がりました。ちょっと写真じゃ分かりにくいかもしれませんけど、湯気が上がってます。それでは、いただきますよ。